はい、じゃあ、大根餅を、湯がいていきます。たっぷりのお湯を用意して、この出来上がった丸めた大根餅を沸いたら入れていきましょう。入れていきましょう。火はこう、ポコポコしてるぐらいで大丈夫です。で、火が入ったら浮かんでいきます。はい、そしたらだいぶ火が通ってこういう風に大根餅が浮いてきました。で、彩り用の枝豆を今ちょっと入れました。で、浮いてきたらもうこれと、火が通ったので取り出しても大丈夫です。まず普通の大根餅、ちょっと白飛びして色がちょっと分かりづらいですが、よいしょ。で、次がコート青長ですね。緑の大根ですね、がこんな感じです。で、香辛大根ですね。やっぱりでもちょっと今回は色がちょっと薄いかな。この前のは、この前自分で作ったやつはすごい色出て綺麗だったんで、ちょっと写真差し替えてまずので見てください。こんな感じです。本当に日本の餅みたいな、串団子みたいな感じになります。なんであと他に、葉物野菜を、小松菜、湯がいた小松菜を添えてあげたりとか、何でも野菜を入れてあげても美味しいと思います。ソースの方に、人参入れたりとか、ですね。よいしょ。ソースというか、あんですね。この大根汁のあんが、さっきちょっと味薄かったんで、お醤油足したりしました。で、体が冷える、冬の時期なので、すりおろした生姜入れたりしても、体が温まるのでいいと思います。ただ、夜食べるときは、あまり生姜食べすぎると体がほてってしまって、寝つけが悪くなるので、ご注意ください。これで、大根餅の、大根あんの完成です。結構ね、何でも合うと思うので、もっとみたらしみたいな味付けにしてもいいと思いますし、この揚げて、茹でたやつをもう一回ちょっと揚げてもらって、あと塩とかで揚げた大根餅も美味しいと思います。ぜひ皆さん試してみてください。